ハードコアレスリング、ハードコアレスリング、ハードコアレスリングは、プロレスにおける一種の形態を表す、A 称で過激な試合を特徴とするプロレスを指す。プロレスそれ自体の世界の二大柱であるアメリカと日本において盛んに見られ、これを提供するプロレス団体としては、日本の大日本プロレス及びアメリカの CZW が特に有名という状況にある。 この形式を得意とする選手には次第にダメージが蓄積された結果、後に長期の休養を余儀なくされるものも多い。ハードコアレスリングのルールとして狂気の使用などの反則裁定が一切なく、またリングに限らずどこでも決着がつけられるルールを主としており、観客にスリリングさをアピールする狙いがある。なおデスマッチもハードコアレスリングの範疇に含まれるが、 日本においては、デスマッチの方が危険度の高いルールや、状況下で実施されることがほとんどである。また、木高いサミは、突き刺さる力を使うのが、デスマッチ。大日本プロレスでは、反則カウントがあり、指定された道具を使うことができるルールが、デスマッチ。反則カウントがなく、レフェリーが特に危険とみなしたもの以外使うことができる、ルールが、ハードコアと区別している。 流血や過激さを伴うプロレスそれ自体はドリー・ファイク・シニアやフレッドブラッシー、ジャイアント・ババラが活躍した時代から存在したもののこのスタイル、すなわちハードコアレスリングが一つの本格的なプロレス様式として初めてその地位を築いたのは1990年代の日本においてであった1989年の日本に産声を上げた FMW は設立当初から街頭の喧嘩のような試合を柱としていた。着想の拡大とともに次第に過激さを増していった FMW は有志鉄線、爆薬、電流爆破、さらには地雷などを小道具に用いて派手な試合を見せつつ、大似た厚紙の存在もあり、インディーズ界最大の団体と呼ばれるまでに成長した。一般メディアへの登場も、 坂に見せた FMW はハードコアのリングに女子レスラーラを放り込んだ最初の団体でもあった。この団体に所属していた工藤恵とコンバットとヨタによるノーロープザシ鉄線電流爆破デスマッチを皮切りに続々と生まれた女子によるデスマッチの数々は世界のハードコアレスリングの歴史に大きくその名を止めている。 FMW の流星期の最中にあった1995年に、旗揚げを行った大日本プロレスは、画鋲、蛍光灯、炎などの小道具をふんだんに用いて、FMW をしのぐほどの過激な試合を世に送り出し、対頭していった。1997年には、米国の岩ミッドサウスが、キング・オブ・ザ・デスマッチと題した大会を指導し、 その初回から早速有志鉄製や画鋲を用いたデスマッチを展開した。ちょうど同時期の1999年にあって、米国フィラデルフィアの地にコンバットゾーンレスリングが設立された。当初から第日本プロレスとのつながりを持ち、その設立者タルジョン・ザンディングを主要とした CZW 軍による第日本プロレスへの度重なる参戦もあって、 第日本プロレスからの多大な影響を背景に成長を続けた CZW はやがてきたアメリカで最も有名なハードコアレスリングの団体となった。20世紀終盤の北、アメリカにあってはこの CZW に並ぶほどの知名度を得たハードコアレスリングの送り手として ECW があった。初期の FMW から着想を得たことで生まれ、 その FMW からスータの選手を迎え入れもした、この団体が本拠を置いたのもまたフィラデルフィアであった。こうしたことからか、このフィラデルフィアという地をハードコアレスリングの聖地と表現する向きもある。2000年代の前半にあっては CZW がトーナメント・オブ・デスというその試合をデスマッチに特化させた趣旨の大会を指導。2000年には ドイツのルールの地にウエストサイド、エクストリームレスリングという団体が設立された。ハードコアレスリングに特化した独自の王座を管理しながらついには、ゴアフェスと題したデスマッチ特化型の選手権大会を催すようにまでなった。この団体は、後に CZW の選手陣を多く招聘し、ひいては CZW の王座をかけた試合を組むなどしつつ、 CZW との関係を次第に深めていった。1997年から世紀を超えて続けられてきた、いわミッドサウスのキング・オブ・ザ・デスマッチであったが、その2006年の大会にあっては、これに女子プロレスラー部門としてのクイーン・オブ・ザ・デスマッチが新設されるに至り、尾崎まゆみやミッキー・ナックルズ、酒井すみなどといった女子レスラーらが、有刺鉄線や蛍光灯、ガラスなどを用いた、 デスマッチをそこに繰り広げた。さらにこの年にあっては同国を、本拠の地とするイワイーストコーストが、デスマッチに特化した、選手権大会、マスターズ・オブ・ペインを指導。総勢8名の選手らが早速多量の流血を、伴う試合の数々をそこに展開した。メキシコでも2001年にハードコアスタイルを取り入れた、X ・ローが旗揚げされている。ハードコアレスリングの担い手は、 特に、ハードコアレスラーと呼ばれることがある。他、専門的なハードコアレスラーとはみなされがたいものの、ハードコアレスリングの様式を持ったことのあるレスラーとして、ジプシー・ジョー、テリー・ファンク、サブー、ザ・シークなどの名が挙げられている。いずれも FMW、あるいは W ・イングにおいて、デスマッチを経験したという共通点を持つレスラーである。WWE においては、 ハードコア王座の創設と共にハードコアマッチが盛んになった。同団体のハードコアマッチでは、リングの下に置いてあった狂気、主に金属製のゴミ箱、市内、標識、消火器などで相手を殴ったり、舞台裏にまで戦いが及んだりする。ヒールのレスラーが大量の狂気をスーパーマーケットにある、ショッピングカートやゴミ箱に詰め込んで登場していることもあった。主に冷弁は行っていた。 ハードコア王座消滅後は、ハードコアマッチが行われる機会は少なくなったが、2006年に、ハードコアレスリングを売りとしていた団体である ECW が WWE のブランドとして、復活してからは、エクストリームルールズマッチという、ハードコアマッチと類似したルールの試合が行われる機会がある。ハードコアマッチ以外にも、WWE では、ストレッチャーマッチ、アンビュランスマッチ、 アイクイットマッチ、インフェルノマッチ、ラダーマッチ及び、そこから派生した、マネーインザバンク、ラダーマッチ、TLC 戦、テーブルマッチ、ヘルインアセルなどのハードコア系の試合形式が数多く存在する。また、エクストリームルールズ、マネーインザバンク、ヘルインアセルなど特殊な試合形式を主要コンセプトとした p p v も開催されるようになった。 2004年4月のバックラッシュで、ランディ・オートン VS、ミック・フォーリーの IC 王座戦がこの形式で行われた。オートンは狂気入りのゴミ箱を持って登場し、ミック・フォーリーはサディストキャラのカクタスジャックとして、バービー、ユーシテ刺鉄線バットを持って登場。オートンはバービーで殴られて、流血、画病に叩きつけられる、ステージから落とされるなどの散々な目に遭いながらも、 最後はバービーめがけてのアーコでミックを退け防衛した。2004年のイギリス大会では JBL 対ハードコアホーリー戦がこの形式で行われクリケットの場と警察官の帽子イギリスの道路標識というご当地狂気が使われた。2001年に行われたロイヤルランブルではレーベンが市内を持ち込んで現れ一人きりでリングにいたケイを襲い その後もハードコアマッチを得意とするレスラーが参戦し、リングには狂気散乱し、実況のジムロスはハードコアランブルと形容をした。しかしケインが反撃して、リング上の対戦相手を全員排除し、再び一人きりになるとレフェリーたちが狂気を撤去した。また、2003年に行われたロイヤルランブルでは、トミードリーマーが狂気入りのゴミ箱を持って現れた。ティネでは、 以下のような試合が行われた。刑事マッチから派生した試合形式。4対4、5対5などのチーム戦で行われる。最初に各チームから一人ずつが出場し、シングルマッチで開始。一定時間ごとに各軍から交互に一人ずつが入場し、全員が揃うと金網の天井が降りる。天井には多数の狂気が吊るされており、出場者が使用できる。 全員の入場終了後に3カウント、またはギブアップのみで決着。ハッスルでは、FMW 出身の金村金太郎、田中正人、黒田哲宏の3人が、ハードコア要員として活躍していた。ハードコアマッチのベルトである、ハッスルハードコアヒーロー、略称、HHH が創設されたが、現在そのベルトは、安田忠夫が奪ってそのベルトをオークションにかけると、 宣言して以来、姿を現していない。王道マットと呼ばれ、特殊な試合形式は滅多に行われない以前日本プロレスだが、2004年2月の両国国技観光業で、野沢論外、マザダの二人によるヒールユニット、東京グレンタイと本間智明、宮本和氏の二人が、前日在籍時に結成されたユニット、ターミリックストームによる、 タッグマッチがこの形式で行われた。また、豪華外国人が看板だった1970から80年代の全日本プロレスでは、アブドーラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク、テリー・ファンクといったレスラーが狂気攻撃などによる過激な流血試合を盛んに展開していた。FMW 創始者の大似た厚し、大日本プロレス創始者のグレート・ソロクはいずれも、この時期の全日本に在籍していた選手である。 プロレスリングの案においては、グローバルハードコアクラウンと呼ばれるタイトルが存在したが、ルールが試合ごとに異なるものであり、ハードコアの王座というわけではない。しかしながら、ハードコアルールで選手権試合が行われたことはある。日本における現在行われている。中では、最古のハードコアタックベルト、うん、ハードコアタック王座を所持する。団体2006年に fmw から。 軽度上へと管理が移管されている。エニウェアフォール、トルネードタッチなどのルールが採用されている。通称、デスマッチ団体とも呼ばれる大日本プロレスでは、日本で最も盛んにハードコアや、デスマッチが行われている団体で、BJW 認定デスマッチヘビー級王座という、デスマッチのベルトもありある。また、オリジナリティあふれるデスマッチも行われている。 一時期アメリカのインディ団体 CZW 勢のレスラーたちが参戦し、大日本側のレスラーたちと交想を繰り広げた。CZW 撤退後も、マットマン・ボンド、マサガを中心にして海外から参戦する外国人レラーは、ほとんどがバカ外人と呼ばれる。これは、大日本プロレスに参戦する外国人選手のムーブが非常に派手な上に、無茶苦茶な攻撃で、 相手選手、さらに自分自身にも多大なダメージを与えるので、それらに衝撃を受けた観客が、驚きと一種の敬意を込めた愛称として、呼ぶようになったのが定着したものである。2003年に、後楽園ホールのリング上に2階建ての家、当時の社長グレートソロクの家という設定を建設して、家の中にあるものなら全て狂気として使用できるという、前代未聞のデスマッチが行われた。 出資者は当時の団体スポンサーソフトオンデマンドの社長であった高橋がなり、試合が終わる頃には家は跡形もなく破壊されていた。道の区プロレスではバラモン州バラモン系が狂気攻撃を得意としている。王者がルールを決められる DDT エクストリーム王座があり、しばしばハードコアな試合が行われる。また DDT 所属の三上は ラダーを使った攻防を得意とし、通常ルールの試合においても公認狂気として扱われることが多い。その他では、リングのない野外や建物内で試合する路上プロレスもよく話題になるが、路上戦を好む飯、副交対枠、路上とハードコアは別物だという。対戦者が事前に用意した狂気が一定時間ごとに運び込まれて使用可能になる。 ウェポンランブルも DDT 発祥である。2010年に旗揚げされたスマッシュでは、ハードコア経験豊富な外国人レスラーもしばし、来日して試合が組まれている。同年12月11日の新宿フェイスでのスマッシュ11では、ジップシー・ジョーが77歳にして、タジリとハードコアマッチを戦った。女子のハードコアマッチも組まれている。スマッシュ解散後に、 タジリが旗上げした WNC もハードコア路線は引き継がれている。大似田敦氏が2015年に立ち上げた超花部プロレスでは電流爆破デスマッチ専門のタイトルとして爆破王を認定している。女子団体 OZ アカデミーでは不定期ながらハードコアマッチを行っている。2010年1月10日新宿フェイス大会アジャコングカオル VS 小崎真由美。 井上高子線でアジャが持ち込んだ消火器のホースをカオルが尾崎の口に押し当て泡や噴射という事態に陥り消火器上部の安全線がついたままのため噴射は免れたリフェリーの伊藤幸子が特に危険とみなした裁定を取り無効試合となった女子団体であるアイスリボンではハードコアリボンと呼ばれる独自のハードコアマッチを行っている 創設者である桜恵美がハードコアに否定的なために敷かれたルールであり、流血戦になるのを防ぐためレフェリーストップが比較的早い。ハードコアリボンは、河西淳の影響を色濃く受けた松本都が絡む試合が多く、桜対談後の新生アイスリボンでは戸が考案した崖の知識月光闇打ちでスマッチと呼ばれる形式の試合が行われている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。